他、第五族は、アメリカ合衆国西部とメキシコを中心とする諸言語、五族を含む仮説段階の第五族。地理的に大きく分断された地域に分布する。他、第五族が有効かどうかは、現在も学者によって議論が分かれる。他、第五族は、1913年に人類学者のローランド・ディクソンとアルフレッド・エル・クローバーによって、 当時知られていたカリフォルニア州の21種類の語族内詞言語を整理するため、ペヌーティ語族と共に建てられた。ペヌーティ語族と同様に、他という名称は、これらの言語で、数の2を意味する語に由来する。1913年の段階では、以下の7つの言語、語族をまとめて他語族としていた。また、ジュマシュ語族とサリナ語を合わせて、イスコム語族と呼び、 この二つも他系に含めることができるかもしれないとしていた。これらのうち、ユーマ語族はカリフォルニア州以外にアリゾナ州及びメキシコのバハカリフォルニア半島とそのラ州に広がるが、それ以外はごく狭い範囲で話される語族である。1915年、クローバーはメキシコのセリゴとテキストラテック語族を加えた。1919年のディクソンとクローバーの著書では、 イスコム語族を統合し、さらには諸語を追加した。エドワード・サピアも、他、第五族に関する研究を発表していたが、1920年代には、さらにコアウィルテコ語族とスパネック諸語をこの語族に、含めた。ただし、現在校舎は、オト・マンゲ語族に含められている。1929年のブリタニカ百科事典の記事で、サピアは、他、第五族を含む巨大な、 他イコール数大五族を提案している。1953年、ジョーゼフ・グリーンバーグとモリススワデシュは、ホンジュラスの孤立した言語である、ヒカケ語を、他、大五族に加えた。1988年に、テレンス・カウフマンは、他祖語を構築する試みを行った。最近の研究では、チュマシ語族を、他、大五族から除く傾向がある。ありがとうございます。